ベトナムコーヒー、ベトナムカフェ、または、ベトナムカフェオレは、ベトナムの伝統的なコーヒーの入れ方である。深めに入った豆を、フランス式のフィルターで抽出し、コンデンスミルクを加えて飲むことが、一般的で、濃厚な味わいがある。組み合わせ式フィルターベトナム語でコーヒーは、フランス語と同じように、シーアフィーと呼ぶように、ベトナムでは、基本的に植民地支配を受けた。 フランスの手法を取り入れた飲み方をする。ベトナムにコーヒーが持ち込まれたのは19世紀で植民地化とともにコーヒーの栽培も始まった。現在はアラビカ種も増えているが地元では初期から栽培されているロブスタ種のコーヒー豆を用いることが多い。タヌキコーヒーとも呼ばれるコピルアクの豆を用いても良い。多くはチコリーを加えてフレンチロースとし、 コーヒーミルで粗めに引く。バターやチョコレートのフレーバーをつけることもある。アルミニウム、またはステンレス製の、底に細かい穴を多数開けた、フランスで伝統の組み合わせ式フィルターを使って入れる。このフィルターは、通常カップに乗せる平たい部分、湯を受ける筒状の部分、筒の中に入れるフィルターという三重の構造で、それぞれに細かい穴を開けて、粉が、 カップに落ちないように作られているが、どうしても粉が穴を塞ぐ形となって、簡単には湯が通らない。このため、抽出には5分から10分程度の時間がかかり、また、たくさんの湯を受ける大きさとなっていないため、濃く抽出される。ポタポタとコーヒーが落ちる様子から、このスタイルの入れ方を中国語で滴滴と呼ぶことがある。そのままでは非常に苦いため、 シーアフィースアと呼ぶミルクコーヒーにして飲む飲み方がある。この際、生乳ではなく、コンデンスミルクを用いる。また、後で加えるのではなく、カップの底にコンデンスミルクを底が見えなくなる量、あらかじめ敷いておき、その上からコーヒーを入れ、飲む際に、スプーンでかき混ぜる。濃厚で甘く、コーヒーキャンディーを舐めている時に近い味を覚える。首都ハノイでは、 ヨーグルトを加える飲み方が流行している。ベトナムの喫茶店などでコーヒーを頼むと、口直しに、ポット入りのジャスミン茶やハス茶がついてくる場合がある。また、ベッド、ケーキや米の粉で作った餅菓子の類を注文して、食べることもある。また、ベトナム南部では BC 州と呼ばれる、関東系の飲み方がある。よりコーヒーを少なくし、コンデンスミルクを多めに入れるか。 生乳を代わりに用いるもので、女性に人気がある。シーア・フィースア南部が、熱帯、北部が熱帯に属するベトナムでは、アイスミルクコーヒーのシーア・フィースや、シーア・フィーナーウも好まれる。ガラスのコップを使って、ホットと同様に入れてから、砕いた氷の入ったグラスに注いで味わう。ワイシコロを意味する言葉で、すなわちシーア・フィースアは、 アイスミルクコーヒーをロックでという意味になる。ベトナミーズナムプリザベーションファンデーションでは、それぞれ当てはまる。AB 水も茎もハノイの管理、ヨーグルトコーヒー日本上陸ミや見た目、意外と爽やか、日経 MJ2020 年3月27日。ありがとうございます。